じゃあこれぐらいですね。じゃあこれぐらいで。どうしちゃう。皆さん、エンピは原因を謝るので、今どこにいるかと申しました。どうぞ。じゃじゃーん。ついに髪の毛を切ります。お願いします。ちょっと髪の毛がバレちゃうのでちょっとか隠しますけど、ヘアドネーションっていうのは髪の毛をね寄付することなんですけれども、やってる美容室がそういうヘアドネーション対応じゃなくても、ジャータックっていうそういう団体があって、そこに自分で送れば寄付することができるんですね。だがねはそれを利用してサイトに詳しくやり方とかがすごく載ってるので、もしやりたいなって思った方は参考にしていただければ嬉しいです。そもそもなんでダガネがやろうかなって思ったかっていうと、もうすごい身近な人が抗がん剤の治療をしなきゃいけなくなっちゃって、髪の毛がどんどん少なくなってって、もうしまいにはさもうツルツルになっちゃってっていうのをすごい間近で見てて、もうなんかショックだったっていうか、本当にこうなる、本当にこうなるっていう言い方もおかしいけど、まあ、女の子だったらもう髪の毛が命って言ってる子もいるわけじゃないですか。髪の毛長いのってすごく憧れだったり、自分もこんだけ伸ばしたの初めてだったから、髪の毛綺麗だねとかすごい長いねって言ってもらえることもすごい嬉しかったし、でもそれが叶いたくても叶わない子がいる子のために何か力になれるんだったら、せっかく健康で生まれてきてるから何か協力できたらなと思って、ダガネは初めてやってみようかなと思ったわけなんです。というわけで、ダガネのヘアドネーションデビューとニューヘアスタイルとどうなったのか、お楽しみいただければと思います。それではレッツゴー。束ねて、細かめに、そうブスブスってしていただくんですよね。そうそう、結び目の1センチ上で切った後のヘアスタイルはどういう感じがいいんですか。で、切った後、髪に自覚するとお米納豆みたいになるんですよ。あんま巻くタイプじゃない。そうそうなんです。巻くと落ちちゃうんですよ、なんか結構そう。韓国風と韓国風とハロウィンをミックスミックスしちゃう。暇だから相談コーナーでしようかな。スマホの容量がパンパンすぎて新しく動画編集ができません。意識とか適度にパソコンに写しておくことがおすすめですね。え、どうしてます。でもめっちゃ撮りません写真。めっちゃ写真撮る。 iCloud とかやばいですよね。結構活躍。あ、 iCloud ね、めちゃくちゃ詰まってやん。インスタがめちゃおしゃれ。あ、インスタ、さすが美容師って感じですもん。娘様がめちゃめちゃ可愛いですもん。大学生になったら恋人ができるもんだと思ってたけど全くできないので助けて。めっちゃわかる。私もそうやって思ってた。私大学3年生の時に初めて付き合いました。焦らずに人とのコミュニケーションを図ってればできます。確かに。受験勉強のモチベを上げるにはどうしますか。もう受験後のことか、そのやることの先のにご褒美を作りますね。私はだから受験勉強って切れないじゃないですか、その期間は。だからなんかこのワーク終わったらこの映画見るとかアイス食べるとかも少しずつの先にゴールを決めてご褒美をしてました。あ、まあまあぐらいで、ね、そうそうそう、ただ自分の機嫌は自分で取るんです。家で暇なので2人のおすすめのドラマなんか映画を教えてくれると嬉しいです。ネットフリとか見ますか。もう見ないし、アマゾンプライムも登録してる。あ、アマプラね。YouTube が多いよね。保護猫とか保護犬のやつ。ね、いい人。どんどん顔が変わっていく感じ。はいはい、幸せにね。幸せになっていくやつね。ドフレで私がいつもみんなにもしおすすめしてるので、大体見てる人もストレンジャーシングスとリバーデイルとペーパーハウスはめちゃくちゃ面白かった。韓国でも見て面白かったのはキム秘書は行きたいなぜ。韓国面白かった。けど今私は令嬢ワンナの真実を見てる。まあまあ面白いからだらだら見てるけど、なんか引き込まれる面白さはないけど普通に面白いです。あ、もう終わりました。そうですね。いやーやばい。ありがとうございます。さって抜く感じでよいしょ。やば、でもこうしたらまたそうかりますね。そっから行きましょうか。はい、いやこのゴム持って。あ、そうだね、そこの方が。ここで行きますね。うん。はい、次。切ります。はい。ああ、なんかもう、もう美容師になってる。もう美容師だね。あ、すごいすごい。でも、姫カット、姫カット。よし。よし。やばい。はい。切ってもロングだわ。意外となくならなさそうで大丈夫そう。はい、でーす。いい感じ、はいはい、いい感じ、順調すぎる。
say? ラスト1本。ラスト1本持って、いやもうちょっと持って歩ればよかった、ライブなんだから。はーい、私はせっかちなので、ありがとうございます。はい、というわけで、切りました。どうでもそんな変わんないね、意外と。皆さん、ありがとうございました。またね、バイバーイ。はい、終わった。やばい、シュール。よく育てた私6年間も。なんか、脳への負担が。部活で、マネージャーやってて、はい、プレイヤーを好きになっちゃいましたって。めっちゃ青春。ブナレイヤーどう思いますかって。いいじゃん、めっちゃ。友達とかが社内恋愛とかよくしてて、いいところもあれば、悪いところもあるし、みたいな。それはそれで楽しそうだなって。羨ましい。ありがとうございます。鬱陶しいかな、あんなふうに。好きな人と LINE してるんですが、脈なしすぎて辛いです。脈ありに変えるにはどうしたらいいですかですって。でも男の人って割と連絡さ、したいタイプ。したいタイプ。でもさ、気になってるとか、そういう次元さえはさ、多分まださ、わかんないですね。わかんない。私好きなんだよみたいなのをアピールできるタイミングがないと難しいですよね。映画は誘いやすいかも。てか、なんとかついてきてほしいって言って、二人で出かけに行くのはありかも。確かに、遊びに行こう、まず。メンタルやられると私爆食しちゃうんですけど、他のストレス発散方法ありますか？私カラオケですね。あ、だってそうだね。田舎に行くの、自然がいっぱいあるところに遊びに行くとなんか心浄化されます、ね、今月はそのなんか秋田に行ったりとか、なんか富山に行ったりとかしてて、名古屋とは異世界の自然あふれる豊かな場所に結構お邪魔させていただいたから、ストレスフリーでしたね。でもハロウィンとかディズニーとか、あ、そうです、視野に入れて、来週視野に入れます。ゼミのメンバーで行きます。9人で。はい、すごくないですか？すごいね。ご飯食べるときにどうしても最後の一口が食べられません。一口分減らしてもです。どうしたらいいですか？これなんか TikTok で私見たんですけど、あのペットボトルとかも最後まで飲み切らずに置いとく子って、なんか無意識に自分の守護霊にお供え物してるらしいんですよ。先祖とかにありがとうって残してるらしいから、悪いことじゃないっぽい。でも私もよくやっちゃうし、気をつけていきたいと思って、私もね頑張って直してるから、頑張ってあの最後の一口食べていこうよ。あ、これ一番質問点に聞きたいやつじゃないですか。髪の毛の巻きを取りにくくする方法ですって。おー、ラナレちゃんもさっきね。そう、いや松葉とかも全然かかんないんですよ。巻いた後に触っちゃう癖ある人は、あ、触らん方がいいですね。巻き取りやすいです。なるべく触らないっていうのが一番コスパいいかも。あー、めっちゃ久しぶりに色を抜く。英語のプレゼンの話題なんですけど、ラナレちゃんにとって愛は何ですか？難しいな。自己肯定感。他人からの愛が自分に向けられたらめっちゃ自己肯定感上がりますね。で、私もそのみんなに愛を伝えていただくと、みんなも嬉しいと思うし、どちら。ごめん、全然いいこと言えない。受験受からなかったらどうしようという気持ちです。ボケさんも楽しめなさそうですって。あんまりその受験のことを考えず、一旦楽しむ。切り替えの気持ち大事。いきなりのためのスピーチだと思っていこう。心配になるイコールそれだけ頑張ったということで、お疲れ様、本当によく頑張ったよ。自分かけたいけど髪染めにくくなるって聞いて悩んでます。そうだね、なるほど。だってあ、ストコならいいんですかって。でも一緒のことですか、ストコとストコ。そうだね、カタカナって感じがする。だってこの色はジャングルだよ。ハロウィンガールです。なんか上の毛、今のインナーカラーが入ってるところ、はい、間ぐらいのところで今かかったんですけど、はい、一応3束ぐらいで同じ毛の厚みぐらいなら温めて、こうやって通して下向いた状態で見てもらうと、ちょっと完成になる。この子って何ミリですか？32mm160mm。この毛をこうやって下にずらすので、ね、最後、毛先また外にはね、なんか逃がす感じで。はい。前髪は、前髪結構大事で、黒目と奥目の幅分ぐらいなんですけど、中央にまっすぐ寄せて、根元の方からはこうやってアイロン入れるんですね。で、毛先は先だけ入れてもらって、ちょっと押し上げて。押し上げて、もう一回やって。
ちょっと前にさ、こうやってやってみたから。わあ、すごい、韓国よ。ありがとうよ。またなんかすごい。すごい見えます。すごい画角に髪の毛の先が映ることが久しぶりすぎて違和感、ありがとうございます。やばい韓国だね、めっちゃ色入ってんで見えるか。ありがとうございました。というわけで完成です。今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画までお楽しみに。ことわぴよでした。